はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、久々にやってまいりましたね、ベイブレード改造トーナメント、はい、B ブロックでございますね、うん、今回もこの8つのベイ、これで対決していきたいと思いますね。はい、皆さんからコメントでいただいたおすすめ改造例、これで対決していきますね。はい、まず第1回戦目、まずはこちらですね、アシッドアヌビス、ナックルリボルブ対ジディオンゼウス、ヘビーユナイト、ホルスードトリプルユナイト対ネプチューン、スプレッドイールディング、オベリスクオーディン、ヘビースパイラル対エクスカリバー、ヘビーディフェンス、ゼノエクスカリバー、グラビティウェイト対サイキックファントム、クォーターオービットです。はい、この8つのベイで戦っていきたいなと思います。はい、はい、では早速1回戦目やっていきましょう。はい、まずエイシン君がアシッドアヌビス、ナックルリボルブですね。はい、で私がジリオンゼウス、ヘビーユナイトです。ルールは今までと一緒で、オーバーフィニッシュ、スピンフィニッシュはそれぞれ1ポイントで、うん、バーストフィニッシュは2ポイント。そうだね。はい、で、それぞれ3回ずつシュートしていきますね。はい、3回シュートし終わったらベイ交代。はい、で公平を期するために、やっていきます。どっちのポイントが高いかで勝者決まるって感じですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。3、2、1、交代。センターを取られない、どんなに。おー、ファースト。3、2、1、ゴール。おー、なんだ、同時バーストフィニッシュ。3、2、1、ゴール。アヌビス行け。アヌビスブレイク。カウンターだ、カウンターだ。おー、アシッドアヌビス。はい、ベイ交代して私がアシッドアヌビス、ナックルリボルブです。エイシン君がジリオンゼウス、ヘビーユナイト。はい、3、2、1、ゴール。さあどうでしょう。コットブイじゃなくてジュース。ジュースいけ。パパちょっとアシッドアヌビス応援したい感じがするんだけど。確かに。あれ、パパがシュートする方が強い。まさかの。ほぼ明日。3、2、1、ゴール。切り刻めジュース。切り刻め。さあどうでしょう。バーストだ。なかなかでも両方バーストは難しそうな感じだね。うん、まあ、さっきたまたましちゃったけどさ、うん、おっとアヌビス、3、2、1、ゴール。おっと、ありゃー、これはスタミナがなくなるね。いい動きだったけどね。いやー、当たんなきゃ意味がない今のは。バーストお願い、バーストお願い、お願いだ、ファーストしてくれ。アヌビス。はい、ということで1回戦はアシッドアヌビス、ナックルリボルブが4ポイント、ジリオンゼウス、ヘビーユナイトが2ポイントということで、アシッドアヌビス、ナックルリボルブ1回戦突破です。はい、はい、2回戦目いきましょう。ホルスードトリプルユナイト対ネプチューン、スプレッドイールディングですね。はい、3、2、1、ゴール。音が違うな、やっぱだ。うん、翼ブレイク。でもなんか似たような対決だね。確かに。ネプチューン。両方もシングルレイヤーだしね。うん。3、2、1、ゴール。両方とも円形のベイだからね。うん、トネチューン、3、2、1、ゴール。で、全然バーストしないね、やっぱね。うん、硬いんだろうな。確かに硬いね、両方。
はい、ベイコーに対して私がホルフードトリプルユナイトで、シン君がネプチューンスプレッドイールドですね。はい、3、2、1、ゴーヘン。このベイのさ、ピーンって音じゃなくてさ、プラスチックが打たれてるカチカチって音だよね。うん、ネプチューン、3、2、1、ゴーヘッ。ワオ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 、ホルスードまさかのバースト、3、2、1、ゴーヘッ。スピンスピンじゃネプチューン。ダミーブレイク、ダミーブレイク。お、どうやらネプチューン。2回戦目はホルスードトリプルユナイトが2ポイント、ネプチューンスプレッドイルディングが5ポイントということで、ネプチューンスプレッドイルディング1回戦突破です。はい、では続いて3回戦目いきましょう。オベリスクオーディンヘビースパイラル対エクスカリバーヘビーディフェンスですね。はい、3、2、1、ゴーヘン。おっ、すっげー割れてる、すっげー割れてる。あ、やっぱこの動きだね。羽飛ばすけど、スタミナないのかな。エクスカリバーのスタミナがない。おーい、オベリスクオーディン、3、2、1、ゴーヘン。おい、ウェーイ、スパイラルデスクがいいね。おー、バスト、3、2、1、ゴーヘン。おっと、当たり、おいいね、いいね、いいね。あ、当たらなきゃいけない。おー、そうだね、静かに待ってるよ、静かに待ってる。その間に体力がなくなっていく。あー、やっぱり。はい、ベイコーに対して私がエクスカリバーヘビーディフェンスで、エシン君がオベリスクオーディヘビースパイダルです。はい、3、2、1、ゴーヘン。おー、すごい。あー、やっぱすごいね。ありゃー当たらない、当たらないと意味がない。当たれ、当たれ、すげー、当たってくれ、当たってくれ当たらない、当たらない、当たった、バーストー、無理かー。3、2、1、ゴーヘッ。おー、すごいすごいすごい、すごい、当たれ、あ、当たった。おー、当たれ、いい感じでは当たっている。あー、同点、3、2、1、ゴーヘッ。オーバーフィニッシュ。はい、ということで3回戦目はエクスカリバーヘビーディフェンスが3ポイント、オベリスクオーディンヘビースパイラルが4ポイントで、オベリスクオーディンヘビースパイラル1回戦突破です。イエー。はい、では1回戦第4試合ですね。ゼノエクスカリバーグラビティウェイト対サイキックファントムクォーターオービットです。はい、3、2、1、ゴーヘン。グラビティブレイクだ何を言ってるんだ、何を言ってるんだ。あ、サイキックファントムやっぱ久しぶりに綺麗だな。うわっ、おー、ファースト、3、2、1、ゴーヘッ。いけ、グラビティシュート、オーバーフィニッシュ、オーバーフィニッシュ、3、2、1、ゴーヘッ。グラビティブレイク、また行ったね、君それまた行ったね。いけさあどうでしょう、今回は違うな、そうだね、今回は違う。おお、マジか。はい、ベイ交換して私がゼノエクスカリバーグラビティウェイトで、エイシン君がサイキックファントムクォーターオビットです。はい、3、2、1、ゴーヘン。あれ、おお、やっぱウェイトのドライバーが変な動きしてたね。うん、エクスカリバー3、2、1、ゴーヘン。おお、強い。あんまり、しかもあれだね、回転が落ちないね。うん、おお。スピンフィニッシュ。3、2、1、ゴーヘッ。おお、負けた。あれ。はい、ということで1回戦第4試合はサイキックファントムクォーターオビットが2ポイント、ゼノエクスカリバーグラビティウェイトが7ポイントということで、ゼノエクスカリバーグラビティウェイト圧勝で1回戦突破です。はい。
はい、ということで、1回戦目の勝者はアシッドアヌビスナックルリボルブとネプチューンスプレッドイルディングオベリスコーディンヘビースパイラルゼネエクスカリバーグラビティウェイト、この4つになりましたね。はい、なかなかいい戦いで面白かったね、うん、最初の方はね、なんかずっとカチ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 当たってつまんなかったけど、後半はなかなかアグレッシブで面白かったですね、うん、はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、とチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで次回は、準決勝そして決勝やりたいと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。